アイズさん、新しいショーへ行きましょう。君は私の言ったこと何も分かってないじゃない。5階層を超えた上に天津さえ7階層迂闊にも程があるよ。君は危機感が足りなすぎる。今日はその心構えの強制に加えて徹底的にダンジョンの恐ろしさを叩き込んであげる。ま、待ってください。その僕あれから結構成長したんですよ、エイナさん。ステータス、アビリティがいくつか E まで上がったんです。 E？ ちょっと前までアビリティ評価 H がやっとだったのに。はい。冒険者になって半月で達成できる能力ラインはせいぜい H なんだよ。俺が冒険者になる前から戦いの心得を持つ人だったら E に達するのも多少納得できるけど、君は違うでしょ。はい。戦闘未経験者が半月で G に達するのもできすぎなの。それが E なんて信じられるわけないよ。でも本当なんですってば、エイナさん。じゃあ君の背中に刻まれたステータスを見せてくれないかな。でも冒険者のステータスって一番バラしちゃいけないことなんですよね。今から見るものを私は絶対に口外しない。約束する。わかりました。じゃあ脱ぎますよ。顔を赤くするくらいならいちいち確認しない。こっちの方が恥ずかしくなっちゃうよ。すみません。エイナさん、確かにこのステータスなら7階層進出を許可しないわけにいかない。じゃあでもあんまりジロジロ見られると。ベル君、明日予定空いてるかな。私とデートしようか。教えてくれませんか。そんなに怯えなくても別に取って食べたりしないから。でもこの先にあるのってダンジョンですよね。うん、正解。今日行くところはダンジョンだよ。と言っても正確にはダンジョンの上にあるバベルだけどね。バベルって冒険者のシャワールームとか公共施設があるだけじゃないんですか。君は本当に何も知らないんだね。まあ着けばわかるから早く行こう。ああエイナさん、待ってくださいよ。ここは倉庫ですか。失礼なこと言わないの。
ここも立派なヘファイストスファミリアのお店なんだからね。え？ヘファイストスファミリアの武具といえば豪華絢爛なものばかり想像してたでしょう。それこそ何百万何千万バリスもするような。はい。ここは新米の鍛冶師が手掛けた武具を置くお店なの。安くても実際に買われて評価を受けることが駆け出しの彼らにはプラスになるんだ。あ、本当だ。そんなに高くない。これだったら手が届くかも。ベル君、確かに君のステータスなら7階層進出を許可しなくちゃいけない。でもダンジョンは下に行けば行くほどモンスターが強くなるし出現頻度も上がるの。私はダンジョン探索前にしっかりと準備を整えるのが冒険者のすべき最低限の義務だと思うな。武器、防具も含めてね。余計なおせっかいかもしれないけど許してね。いえ、そんな、すごく嬉しいです。ありがとうございます、エイナさん。じゃあ、僕ちょっと見てきますね。あ、こら、お店の中では走っちゃダメだよ。あー、はい、ごめんなさい。いい防具を買えたみたいでよかったね。はい、でも、しばらくは節約生活が続きそうです。早くダンジョンに潜りたいって考えてるでしょう。え、どうして分かったんですか？もう、私としてはそろそろパーティーを組んでほしいんだけど、もしくはサポーターを雇うとか。サポーターですか？うん、ダンジョン探索の補助をしてくれるの。何かと効率も上がると思うよ。あともう一つ、これなんだけど。私からのプレゼント、ちゃんと使ってあげてね。そんな、もらえません。もらってほしいな。私のためじゃなくて君自身のために。冒険者はいつ死んじゃうかわからないんだ。戻らなかった冒険者をたくさん知ってる。いなくならないでほしいな、ベル君には。これじゃあやっぱり私のためかな。あの、ありがとうございます。うん、どういたしまして。大丈夫ですか？追いついたぞ、このクソパルムが。もう逃がさねえからな。あの、ちょっと待ってください。ああ、なんだガキ、こいつの仲間か？ いえ、初対面ですけど。じゃあなんでそいつをかばう？女の子だから。何言ってんだてめえ！
あ？てめえ、殺されてえのか？やめなさい。街中で剣を交えるとは穏やかではありませんね。ああ、口出しすんじゃねえ。とっとと失せろ、ぶっ殺されてるのか。吠えるな。手荒なことはしたくありません。私はいつもやりすぎてしまう。け、くそが。大丈夫でしたか？ありがとうございます。助かりました。いえ、差し出がましい何も。あ、そうだ、あの子は、あれ、いない。誰かいたのですか？ええ、そのはずなんですけど。まずはナイフをしまった方がいい。ここは人目につきます。そうですね。では私はこれで。はい、本当にありがとうございました。じゃなくて、君、昨日のパルームの女の子だよね。パルーム？リルは獣人、シアンスロープなんですが。ほら、耳が。あ、本当だ、耳がある。できるなら欲しいかな。本当ですか？それならリリを連れて行ってくれませんか？いや、それはいいんだけど。自己紹介がまだでしたね。リリの名前はデリルカーネです。ベル・クラネル。ではこれからよろしくお願いしますね、ベル様。ありがとう。でもそのベル様っていうのはやめてほしいんだけど。そういうわけにはいきません。仮契約とはいえ、上と下の立場ははっきりつけなければいけません。冒険者様にサポーターは切り下らないといけないんで。
リルカさん。ベル様、リリのことはリリと呼んでください。さん付けは絶対にダメです。そんなこと。ベル様が優しいことは会ったばかりのリリにも分かっています。けれどけじめはつけなくてはいけません。もしリリがベル様を逃げ回す生意気なサポーターという風評が流れてしまったら、それこそ職を失いかねません。わかったよ、リリー。ありがとうございます、ベル様。話は変わりますが、本当にベル様は駆け出しの冒険者なのですか？あんな数のモンスターをお一人で倒してしまうなんて。レベル1の冒険者があの数をあんな短時間で倒すのは難しいです。倒したといっても危ないところは結構あったし、だから僕はまだまだだよ。確かにそうですね。ベル様の強さは武器によるところもあると思います。やっぱりそうだよね。僕もちょっとこのナイフに頼りすぎかなって思ってるんだ。ベル様、このナイフはどうやって手に入れたのですか？僕のファミリアの神様にいただいたんだ。なんでも友達の神様に無理言って譲ってもらったんだって。無茶するよね。僕の大切な人なんだ。ベル様、そろそろ先に進みましょうか。うん、危ないからあまり離れないようにね、リリHick, hick, 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 hick,
リリが力になります。ついですかね。一口にファミリア間の問題といっても利害関係が一致して契約をしている例もあるしね。ベル君から見てどうだったの？そのリリルカ・アーデさんっていう子は。はい、とってもいい子でした。サポーターとしても優秀だと思います。その子の所属するファミリアは分かる？確かソーマファミリアと言ってました。ソーマファミリアか。また反対も賛成もできないところが出てきたな。何かあるんですか？典型的な探索系ファミリアなんだけど、お酒も売ってるの。みんなどこか必死なんだよね。死に物狂いっていうか。
張り、最後はベル君次第。私としてはサポーターを雇うことは賛成だよ。ありがとうございます。それじゃあそろそろ戻らないといけないので。あれ、ベル君、ナイフはどうしたの？え、ナイフ腰のホルダーに鞘しか刺さってないけど。え、あれ、あ、あれ、まさか。お、落とした！すみません、シル。荷物持ちなどさせてしまって。この量の果物を一人で持つのは大変だよ。それで、あと何が必要なんだっけ？そうですね、待ちなさい、そこのパルーム。今、袖にしまったナイフ、それを見せてほしい。リュウ？知人の持ち物に似ていたので、確認したい。ですが、これは私のものです。あなたの勘違いでしょう。抜かせ。ヒエログリフが刻まれた武器の持ち主など、私は一人しか知らない。動かないでください。警告はしました。にしちゃダメ。腹に力を入れた方がいい。何が起こってるんですか、一体。ああ、ちょうどよかった。実はあなたの。あなたの傷は私のもの。え、リリー、何か言った？クラネルさん、どいてください。シアンスロープ。ちょっと、リュウさん、何してるんですか？リリー、大丈夫？
違いでした。龍待ってよ。シルさんまで一体何なんです。クラネルさん、あなたは今あの黒いナイフを持っていますか。あ、そうだった。二人とも上から下まで真っ黒なナイフを見かけませんでしたか。これですか。僕のナイフ。ありがとう、本当にありがとうございます。あのクラネルさん、手を握られるのは困る。それにこういうことは私ではなくシルに向けてもらわなくては。リュウ、何言ってるの。はあ、よかった。神様ごめんなさい、もう二度と落としたりしません。落とした。はい、これどこにありましたか。あったというより一人のパルームが所持していました。パルーム。あなたの身近にパルームはいますか。いえ、いませんけど。ではあなたが落としたものをあのパルームが拾ったのでしょう。先日の男との争いの時にあなたのナイフを見ていたのは幸運でした。ああ、そういうことだったんですね。では行きましょう、シル。あ、ちょっと待ってね。あなた平気？怪我してるんじゃないですか。ございました。リリ、どうしたの。いえ、なんでも。ああ、ちょうどよかった。リリのことも探さなきゃって思ってたんだ。リリ、明日も僕とダンジョンに潜ってくれるかな。強くなったのね。それでいい。もっと輝いて。あなたは私に見初められたゆえの義務があるのだから。あらまた気づいたの。こんなに距離が離れているのに。Thank you.
でもそうね、魔法はそろそろ覚えてもいいかもしれないわ。オッタル。は。この本をどうかなされたのですか。いいえ、何でもないわ。今のは忘れてちょうだい。は。あそこに置こうかしら。ランチボックス返すのが遅くなっちゃってすみませんでした。今日はお休みなんですか。はい、サポーターを頼んでる子がファミリアの用事で来られなくなっちゃったんです。急だったから手持ち無沙汰になっちゃって。シルさんは休みの日って何してます？そうですね、読書とか。読書か。神様が持ってる本はどれも難しそうなんですよね。でしたらこの本はどうですか？ゴブリンにわかる現代魔法。お客様の忘れ物なんですけど、取りに来られる様子はないし、この本でよければ貸しちゃいますよ。え、いいんですか？減るものじゃありませんし、読み終わったら返してくださればそれでいいですから。じゃあ、一日だけお借りしますね。引き金は常に自分の中にある。じゃあ始めよう。僕にとって魔法って何？僕にとって魔法はどんなもの？魔法に何を求めるの？それだけ？でも、それが僕だ。ベル君、ベル君。あ、神様。あれ、僕、本を読んでて。ははん、慣れないことをして、まんまと眠気に敗北をしたってところかな。そうなのかな。さて、夕飯の前にステータス更新をしてしまおうか。
ここ最近してなかっただろう。あ、そうですね。よろしくお願いします。それでどんな本を読んでいたんだい？魔法の本です。優しそうなタイトルでしたし、僕にも読めるかなって思ったんですけど。神様？魔法が発言した。ええー、ファイアボルト、これもスキルの影響なのか。神様、魔法ですよ。僕、魔法を使えるようになりました。うん、分かってる。おめでとう、ベルコ。うわ、ファイアボル…うかつに魔法の名前を言わない方がいい。どうしてですか？魔法っていうのはどれも詠唱を経てから発動させるものなんだ。はい、僕も魔法と詠唱はセットだと聞きました。これは友人から聞いた話なんだけど、詠唱文は魔法が発言した際ステータスのスロットに表示されるらしい。え、ステータスの用紙に詠唱文は書かれていませんよ。速攻魔法って書いてあります。そう、その文面から察するに詠唱はノータイム、つまり速攻。それで間違いないと僕は思ってる。あ、だから魔法名を言わない方がいいとは。ただ単に名前を言えば発動するものなのか、それとも君の打つという意思が必要なのか、それはわからない。まあ、どれも推測の域を出ないからね。何が正しいのか、明日ダンジョンで試し打ちしてくるといい。今から言うことをこの少年にしてやれ。償いならおそらくそれで十分だ。そんなことでいいの？
私は先に戻る。残っていても邪魔になるだけだろう。ごめんね、私は君のお母さんじゃない。幻覚。幻覚じゃないよ。ゲームデータをセーブしますか？